どうも、怪奇現象です。6月の中盤ぐらいからですね、ちょっとずっと休ませていただいてまして、ちょっとね、何でお休みいただくかみたいなのをずっと発表できてなかったんですけれども、腎結石ということで、結石ですね、医師ができまして、正直ね、こんな時期ではございますし、冬月のね、レッドは蘭王子が見るとか、そういうね、もうそういうね、話題で持ちきりやと思うんですけれども、そんな中ですね、そんな傍ら、こんな若手芸人のね、休養というか、もう6月は合計で20日お休みいただきましてですね、冬月ホワイトのね、翔さんとかがどのぐらい売り上げ伸ばせるのかっていう言ってるような中で、ちょっとこういったような、皆さんにね、出演キャンセルも多数、いただきましたし、代演をしていただく芸人さんとか、冬月グループ以外でもですね、言ったら、日向ひなたくんとかの、アルバイトだけで役職もなしでっていう感じでどこまでやれるのかっていうのもやっぱ注目していってる中なんですけれども、僕はですね、今のところはもう、元気ですよと、無事ちょっと意思もなくなりまして元気になってますというところなんですけれども、そうですね、ずっと発表できなかった理由というか、っていうのをちょっとだけお話しさせていただかないと、ミカドレンさんのような感じにはなれないのかなっていう感じではございますので、ちょっとお話しさせていただきます。すごい心配させるかなと思った、そうですね、ちょっと長期休養とか言うと心配させるなっていうのも自分の中でありましたんで、右京さんとかもね、頑張って今大阪の方を見たりとかしてる中で、僕がご難して休んでていいんかっていうのがありますんで、相方の京極にも迷惑かけましたということで、ちょっとずつ復帰できていったらですね、本望かなっていう、気持ちがね、そこら中に浮き沈みしているのが、正直な現状でございます。タロット占いで占いきれないこともあると思います。タロット占い、それは自分の中でも重々承知している中なんですけれども、右往左往している中で、一石二鳥を積み重ねていくことが僕たちの、未来にね、芸事につながっていくんじゃないのかなっていうのは正直思ってます。賞レースも近いですし、ABC も正直ちょっと準決勝で敗退してしまって、決勝には行けなかったんですけれども、初回が安くなってしまったり、オンリーが増えてしまってるタックも多かったと思いますんで、そこのところはですね、初回のお客様を大事にするっていうのは僕の中でもちょっとだけ意識してたところでございます。その点でですね、いろんな方にご心配をおかけしたこと、いろんなお仕事をお休みさせていただいたことを改めて、申し訳ございませんでした、そうですね、僕個人の意見で言うと、すごいすごい、僕そうですね、僕個人の意見で言うとすごい厳しい意見にはなると思うんですけれども、そうですね、シャンパンコールの性が入ってない人はもう僕はやめてもらっていいかなと思ってます。だったら売り上げ残せよって話になってきますし、遊具とかでのね、勢いを考えると、このままじゃ負けちゃうよっていうのが正直な点でございます。今何日や、7月2日なんですけれども、今月末まではもうとりあえず小さな目標で、何やその目標って思われるかもしれないですけれども、7月の末まで一回本気で元気に頑張れる
るっていうのを、まず1ヶ月1ヶ月毎回目標を持っていきたいなっていうのも思っております。それまあね、月末になって結局休んでたってなったら意味ないですから、月末のまあ言った30締め日にそこに合わせて標準合わせてっていうのを、はい、頑張っていけたらなと思います。そうですね、まあ、自分の中では、すごい迷惑をかけたっていうあれはあるんですけれども、これから頑張っていきたいなと思う気持ちは切磋琢磨していってですね、頑張っていきたいなと思ってます。地上波に映らないような、なんていうんですかね、意義は、モチベーションを妨げることを欲してる、俺そう思ってますんで、まあ、太陽光パネルをぜひ皆さんにつけていただけることを、まあ、推奨できるんじゃないのかなと思います。政府の方も何人か言ってるのかな、議題にも上がってると思うんですけれども、まあ、僕はそう思いますし、国境を越えるようなことがあればもちろんパスポートが必須なことはもちろんでございますし、それが、まあ、そういう世界でございますよね。皆さんも多分知ってると思うんですけど、知ってると思うんですけれども、それがルールですから、ルールを守らない人はもうこの店から出て行ってもらったらいいなと思ってますし、自業自得の、住民税、払うべきだと思います。テナントをね売ったかってって言ったところもあると思いますから、疲労困憊ではございます。絶対そうですよね。そう思う人も思うところあると思うんですけれども、オリシャンの一杯に下ろすことぐらいはできると思うんで、対峙してる方々の、そうね、対峙してる方々の、まあ、足腰を、まあ、鍛えるのもまた一つだと思いますし、膝の皿から、棚、あなたの、食器棚からそのお皿までの距離感を測っていけるのももちろんセブンイレブンの役目だと思っております。そうですね、ピッと音の鳴るようなボタンを僕から押させていただきます。ピッ押させていただきました。ピー長押しね、そういうことでございますんで、自分が思ってる以上の、ポップコーン食べてほしいなと思っております。でも僕が言ってることのね、少しでも響くような言葉があれば絶対ナンバーワンになれるかなと思ってます。これからもどうぞよろしく応援お願いします。よいしょ。できればでいいんだけど、やっぱりいいや。